最後に質問ありますかと聞かれた時の回答。最後に質問ありますか。3年以内の退職率は何パーセントぐらいになりますか。御社で活躍する人に共通する特徴を教えてください。御社は中長期計画でグローバル化を掲げており、私も共感しているのですが、新入社員で関われることはありますか。面接官自身の考えや経験談を聞くと非常に好印象です。入社して自分が活躍する前提で質問してみましょう。